まのっちです。よろしくお願いします。斉藤幸物語ファイナルやっていきましょう。久々取りダメージございませんよ。 CS ロッテ、はい、おめでとうございます。見ましたか楽天戦？俺は結果しか見てないんですけどなんか相当白熱してたみたいですね、2試合ともね。で今これ撮ってる時間がちょっとまだあれなんですけども、阪神巨人はどうなったのかな。難易度相変わらずです。いやーでさあ、まず試合入りましょうか。お頑張ろうぜ。杉谷選手がショートで9番に入ってんだね。今川くんが指名打者か。はい、すげえ久々にやるわ。で次のまあ企画、まあ昨日ね下手すら最終回だったからさ、まあ、そういうコメントも多かったというかあったと思うんですけど、一応ねやろうと思ってんのは監督プレー、やっぱスケが監督プレーはやりたいなと思ってて、ちょっと練習させてね。うん、いいね。いやまずい気がするな、なんか今ベストピッチになると思ってなかったんだよ、なんか失敗したなと思ったんだよ。うん、なんかいける。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうか、まあどの球団でやるかなってところでさ、そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。なんかアンケート取ろうかな。小宮山さんらしいコメントありがとうございます。スライダーが決まります。いやまあ俺がそのあっという間に2ストライクです。動画のコメント欄に、まあ各球団書いといて、でそこに高評価ボタン、めんどくせえか、みんながめんどくせえか。斉藤まずは先頭バッターを打ち取っています。あんまりねその高評価押してくれとか、な高評価ってそのボタンを押してくれっていう作業をね求めたくないんだよね、みんなにね。一塁決定、二塁に向かう。ただ一番それが分かりやすいんだよな、俺の中でどの球団でやろうって決まってないからさ。さあそして打席にはグラシアルが入っています。ほらコンちゃん圧倒的な首位打者じゃないか、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほどそうですね、こんな世界戦を見たかったな今年はな。これではバットが出ません、ストライクです。インコースを厳しく攻めます。戦略打ちました。よし杉谷、おれ、オッケーぞ。怖いぞ。ファーストピッチャー怖いぞ。さあこの場面でバッターボックスには4番の柳田が入っています。うん、なるほど。どうします？勝負したくないですよ。いきなり全力のフォークだよ。初球打ち、ファールゾーン切れそうです。とりあえずワンストライクね。バッターの柳田、今シーズンの得点圏打率は2割9分。今のフォークは追い込んでから使いたい。ちょっと2球ぐらいボール続けてみようか、フォーク投げずに。ここなら多分ストライクゾーン入んない、届かない。低め外れました。いやビビりすぎだな、もうちょい際どくいきたいな、ここ大事ですよ。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。オッケー。とりあえずもうねスタミナなくなってもいい。先ほどのシーンゼロに抑えることね。そうすれば評価なんて下がんねえから。とりあえず今1軍に居続けることよ。で CS に出ることよ。指名打者のバレンティン。さてファイターズの王子の逆転劇期待してるぜっていうコメントもいただいてるから。1勝1敗という成績。前回の登板は5イニング投げて自責点4、勝敗はつきませんでした。あーこれ落ちるな、うん、しょうがない。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは6番中村、昨日のゲームで猛打賞を記録しています、はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。今の危ないね。
ちょっと外してもいいから1球練習したいな。次が2球目。2球目打ちました。いやファイターズピンチになりました。ノーアウトランナー2塁1塁。結構今しっかりボール球だと、いやーバントとかしてくれれば一番楽ないよな。全力のカッツ。引っ張った打球はレフトへ。素晴らしい。掴んでワンアウト。ランナーそのままでワンアウトね。さあそしてバッターボックスには甲斐が入ります。さあワンアウトになりましたが、すげえな、ピンチは出していません。5位にいるじゃん。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。うん、なるほど、そうですよね。初球は外、アウトローにいいボールが来ましたね。はい、次はボール1個分外に持っていきたいですね。うん、なるほど、そうですか。あーまずった。よかった。三塁へ送球する。いい組み立てだったと思いますね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、ここは気合を入れ直す。なんだろうな、インコース投げにくいな、ね、さあ気をつけていきたい。今宮がバッターボックスです。本当ね、いつだかのね、今宮選手なのね、多分インコースだったと思うんだけど、本当腰ぐるんとやって、やはり持ってったホームランが、もうランナーがいますからね、頭にこびりついてんだよね、これね。そうですか。2球目打ちました。でもぶっちゃけその時のバッターが誰だったか、バッターじゃねえや、ピッチャーが誰だったとか、相手がどこだったとかも覚えてないんだけど、なんとなくあの腰ぐるんのホームランがもうずっと残っててさ、これが1球目。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。ストレート投げてえな。ストライクゾーンに入れたい。振ってこないという確約がないと投げにくいんだよな。だから投げれないんだよな。全力のスライダーインコース。外れてますか。はい、変化球わずかに外れてボール。同じコース。もう一回持ってきました。審判の手は上がらない。ボール、わずかに外れています。よし、オッケー。よし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 、まあ1点はしゃあないでしょう。小宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ちょっとごめん、相手千賀選手でしょ。見ていい能力。あ、すごいね。ちょっと窮屈な感じになりますかね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。スロースターター持ちだったんだね。そのスロースターターの時にヒット打ってほしかったな、せめてな。インサイド変化球決まっています。全力、もうランナー背負う前から全力も行くぞ。素晴らしいコントロールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。てくれたらラッキー。ボール、ボール球にはなるよ。ファウルになります。1球高め。これ怪しいかも。やばいかな、大丈夫かな。しっかりボールだよな。外れました。チェンジアップ。ベストピッチャーぞ。ってかパワービーマン。セカンド取った。アウト、ワンアウト。パワービーマンあるイメージはなかったな。バッターは3番グラシアル。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。いいところへ決めてきます。ストライクです。いいね、得意のボールでストライクを取りました。今のストライクありがたいね。スライダー外れます。シュート。次が3球。あー、ちょっと怖いな。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。うまい。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは4番柳田。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
打ちました。高く上がった。これはどうか。いいね。いいよ。西川春樹選手素晴らしいですよ。バッターは今日 DH に入っているバレンティン。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。うん、そうですね。2アウトになっています。やっちったかな。危ねえ。ここは甘くなると長打になる危険性が高いですから、やはり低めが無難ですね。なるほど。さあキャッチャー3球目打ちました。うわ、やらしい。ヒットになりました。二塁際どいが、これはセーフだ。さあそして打席には中村が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。うーん、序盤でリードされている分、ここを離されないようにしないといけません。さっきあれか。なるほど。インコースのストレートを練習する言って、それ打たれてんのか。さあ初球は何か。いいところへ決めてきます。ストライクです。外低めの球。ここまではいいんだよな。こっからの武器が何一つねえんだよな、俺な。カット。カットボール見送ってボールです。バッターボックスの中村、今シーズン得点圏での打率は3割4分8厘となっています。引っ張った。よし。渡辺。一塁アウト。スリーアウトチェンジです。回は4回の表に入っています。7番から始まるホークスの攻撃。できれば三者凡退、全力使わずに終わらしたいな。ファイターズ1点ビハインドで初球打ち。この打球は落ちるか。どうだ。いいね。助かるね。バッターの回、ここ5試合で打率は2割を切っていますが、まあ、たまたまかもしんないけど、やっぱ2軍より守備能力高く感じますね。なるほど。今日の調子は守備能力、あの外の守備範囲というか広くというか助かるね。インコース決まった。ノーボールツーストライク。だから王子被安打自体はあれじゃない、2軍にいる時よりも全然少ないんじゃない。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。ツーアウトです。打順は9番今宮。まあここはさっき言ったスライダーの使い方に注意してますね。ごめんね、まあまああったわ。バッテリーは警戒していかないといけませんね。初球大きく外れています。三者凡退で終わらして、ボールになります。ボール先行です。で5回もしっかり投げて下がるぐらい。インコース決めてきた。まあいや使おう。出し惜しみして打たれるのが一番きつい。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ツーボールツーストライクです。ストライクゾーンに入れる自信はある。ここボール球でいいぞ。打ちました。これはショートライナー。さあヒット、ヒットすら打ってくんね。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあそうですね。いや王子よくやってるよ。まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めてる感じ。打ちました。セカンドゴロ取りました。さあせん、これで4試合連続安打。今さセカンド取ればいいこあったんじゃないの。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ね、どうなの。いやまあ走んなかった俺は悪いよ。それはそれとして、今セカンド取って翔さん張り付いてればアウトにできたんじゃないのかなと思うんだけど。上林、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。これで失点したらバカバカしいぞ。今日の先発ピッチャーはファイターズが斉藤、そしてホークスが千賀、この2人の投げ合いとなっています。一塁はセーフ。送ります。よし、オッケー、でかい。ランナーを進めることはできませんでした。打順は3番グラシアル。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。うん、そうですね。ランナーこれね、今ね、進めることができませんでした。ベストピッチすっごい出にくい。このところのホークスですが、ここまで3連勝。日産、チーム状態は上向きですよね。うーん、そうですね。
投手陣もよく頑張ってるんですけど、それ以上に打線がつながってますよね。そうですね、頼む。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。インサイド落ちました。さあどうだ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。今日もマルチヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。交代。いや、どう分からん。これでランナー二塁三塁。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。あのさ、おそらく今みんなが思ってるであろうこと言っとくわ。きっと打たれんだろうなって思ってるでしょ。俺も思ってる。なんか今もう今どうしようもない場所にいる気がする。まあ敬遠、まあ、いやちょっと待って、あ、なんか満塁とか、まあ、持ってそうな気したけど持ってはいないのか。ただ抑えてんだよな、なんやかんやな。まあ露骨に敬遠とかせず、なんか臭いとこついて結果ファーボールみたいなのあるかもしんないけど、満塁策。今日の結果だけ見るとバレンティン選手危ないよね。俺今純粋に勝負っすから。ゆうちゃん世代と言ってくれた人から。センターへ。さあサードランナーはどうする。タッチアップ。3打席連続センターフライかい。サードランナーがホームに帰ってきました。うん、ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライと。めちゃくちゃ怖い。ここ微妙なところを攻めてきます。ストライクです。ふわふわっと上がった。掴んでスリーアウト。この回の攻撃は、いや、まあさすがに交代だと思うんだよな。これはさ、王子悪くねえぞ。あのコメントでも援護率の悪さみたいなコメント来てたけど、それだぞ。王者よくやったと思いますよ。評価下げんなよマジで。よし、とりあえず一軍のことだぞ。これどうします。ここは一回、あ、ただそうなるとあれか、ソフトバンク戦また取ることなのか。じゃあ次ロッテ戦取って、このソフトバンク戦は飛ばしましょうか。多分まあここら辺来るよねと思うんだ。まずこの行動日行こうか。んで栗山監督に媚び売りましょう。で、はい、うん、いや、というかあれだな、王子の結果次第で順位が変動するときってやだな。はい、まあ明日はロッテ戦取りますね。でここはもう飛ばしましょう。うん、地味に試合数が多いな。この試合数の中を一軍に残り続けなきゃいけないっていうのかな、ちょっとしんどいな。そういや、コメントでその援護率の低さのコメントでさ、チームが何点取ってるのかっていうのを見たいみたいなのがあったんだけど、どうやって見るんですか。ごめん、ちょっと見方が分かんねえ。はい、んでは、終わりましょうか。うん、まあとりあえず評価は下がんなくてよかったし、王子としては俺すごくよくやったと思ってるよ。
俺は。なんとか CS 行きたいね。楽天地味に怖えんだよね。こんだけ試合数あって5ゲーム差、王子が毎回足引っ張ったのも分かんないからね、こんなのね。はい、まあ、とりあえず今回ここで終わって、明日はロッテ戦、取っていこうかなと思います。では、終わりましょう。終わり、バイバイ。